はい、こんにちは、ズンゾーです。今回はですね、ホイミスライム使っていくんだけど、このキャラですね、このモンスター交換所で手に入る虹メダル3枚で手に入る、キャラなんですけど、結構優秀なんですよね。結構優秀で、回復努力を持ってます。で、回復エージを持ってます。で、バインド回復を持ってます。で、聴覚性でも回復努力とか L 字とかチーム回復つけれるんで、まあ割りかしというか、もう完全サポート体制、完全サポート特化してるはしてますね。で、5ターンで打てる HP30% 割合回復かなの、消さない場合の覚醒5ターン回復。なんで、まあこれが5ターンで打てるっていうので、まあ、結構、まあ、裏魔老とかかな、裏魔老とか、神秘の次元とかで刺さるんかなっていう感じがする。で、今日はですね、この、まあ、パーティー見えちゃったんですけど、これでやっていこう。プレーナと、あ、これやってなかったわ。バージュリね。バーバラ。オッケー。で、まあ、あれつけとくか。バランスタイプのキラー。バランスキラー。ごめんなさいね。これ、ちょっと動画外でやるべきだ。ちょっと最近ね、俺ね、喉がめちゃくちゃ痛くて、申し訳ない、本当に。で、これでやっていこう。よし、チャレジューやってっか。チャレジューですね。チャレジューか。チャレジュー難しいわよな。んー、どうでしょう、やってっか。でもやってこう。OK。で、お、早速もう、あれじゃん。活躍の場見せれるじゃん。活躍してるじゃん。OK。これ使ってこう。これ使います。あ、でもこれ上のスキルだけど。上のスキルですけど、まあ似たようなもんなんでいいでしょう。で、行きまして。まあこんなんでいいか。こんなもんで、固定用地入るんで。OK、いいっすね。で、回復努力強で13万回復。27万回復。27万か、強えな。で、なんとなくだけど、このパーティーなんとなくで組んだんですけど、なんかあれっすね。夏休み感すごいね。夏休み感がすごい。もう夏休み終わっちゃったっていうか、あれですね。8月終わっちゃいますね。夏休みはもう知らないんだけど、8月終わっちゃいますね、もう。終わっちゃいますねっていうか、終わっちゃってるんか、もう。もう9月に入ってるのか。9月に入ってますね。で、うわ、すげえな、これ。で、属性吸収はこれ、ないんで。まあ、地道に削っていくか。地道に削っていこう。回復も消すか。OK、消して。消しまして、OK。で、あ、光が入っちゃうか。光が入っちゃいますね。どうしても。属性吸収は？ないか。ないですね。しゃあないな。これしかないか。ま、あと3ターン耐えか。ちょっと耐えるか。こうします。いや、パズルが、なんか、やばい。パズルがなんか、面白い。芸人見たバズりした。で、そう、銀杏がいいですね。銀杏がマジでいい。おお、削るな。なかなか削るな。これ、発狂あんのかな？発狂ありそうなんで、使いますか、これ。無効貫通。銀杏マジすげえ。で、なんか、なんとなくで組んだんですけど、なんか、夏感がすごい、このパーティー。もう秋だけど、夏感がすごい、これ。で、いやー、入らないで。水じゃなくて光。光入らないで。いけます？ OK。OK で、2ターンつぐん。つい、あー、いったんか。妖遊か。妖遊はなかなかですね。で、使いまして、支援打っちゃおう。支援打っちゃって、まあ、これで、様子見パンチ。攻撃タイプしかないんか。なるほど。買って、マジか、買って。使うか、これ。買ってえな、マジで。大丈夫か、こいつ。これでどうかな。
5分割して水を5分割しました。うわぁ、かてぇなちょっと、次動くんで、行動してくるんで、軽減貼って、OK。で、多分遅延したから、危な。これ撃って、で、これも撃っちゃうか。ちょっと回復ないんで。回復なし？これ。このダンジョンって回復なし？か、回復あるか。ちょ、ボケてるわ。めっちゃボケてるわ。で、このピンチの時でも、四つ消しすれば、大丈夫いと。大丈夫ってあったよね、なんか。あの、ダイパポケットモンスターダイパのアニメで、光が言うやつ。大丈夫って。あって、ありまして。で、これで多分ね、なんかしてくる。普通に通常行動してくる。OK。で、ここで行くしかねえので、で、まあこれでいいや。さあ、倒せるかな？倒してほしいな。あと確か2ターン、あと1ターン余裕ある。え？え？え？硬すぎんか、これ。待ってくれよ。え、硬すぎんか、待ってくれ。そんな硬えの、お前。マジか。うわー、待ってくれ。ちょっとこれ撃って、風神撃って、ドナルド撃ったらダメじゃん。バカ。俺のバカ。もう知らねえ。やーだ、もう。街にもできてないし。街にもできてないけど、来た。これでどうだ？倒せる？危ねえ！よく、倒した。よく倒した。で、サリアか。神秘の次元のやつか。サリア。いや、俺最近神秘の次元勝ったからね。余裕しゃくしゃくですよ。で、これは、あ、なんか変なパズルした。まあ、これでいいか。落としてるかな。落としてますこれ。落としてるね。オッケーオッケー。で、倒します。倒せるかな？うん、ちょっとこんな感じでじわじわ削ってっか。痛いな、ダメージ。ダメージまあまあ痛えな。うわ、待って。こうかな？オッケー、こうして。で、倒せるかな？倒せはしないか。倒せはしねえ。オッケー。もうちょい削ってもいいか。向こう張ってるけど、もうちょい削、しゃっくり。もうちょい削ったらいいやん。おっとっとっていう歌詞がありました。オッケー。お菓子がありました。オッケー。で、いやー、火力出んなー。俺のパーティーが悪いんかな。火力出なさそうじゃなくて、出てなくない？あんま出てなくない？さあ、これで、火来て。あ、十字？まさかの十字キラー。オッケー。やっぱなんかダメージが地味だな。地味大西やな、これ、ダメージが。ダメージ地味大西すぎるから、これ。ウェイ君か。確か、風神が持ってる。で、まあまあ、一緒。で、まあまあ、これちょっと行き過ぎた。危ない。OK、これでからパズル教室や。いや、俺結構これのパズル教室ね、本当に苦戦してる。マジで苦戦してる。あー、倒しちゃった。パズル教室言う前に倒しちゃった。12ターンかよ。マジかよ。めんどくせえな、これ。ガチめんどい。いや、すげえ、なんか、現代っ子みたいな、言い方したけど。うん、これでいいや。ちょっと水ドロップ節約。水は節約。オッケーオッケー。
さっきから十字がめっちゃ降ってくんな。あ、いい感じに削る。で、これも解除してみましょうか。してみよう。いや、さっきからなんか、ホイミスライムのスキルじゃなくて、なんか上のスキルをずっと使ってる気がする。申し訳ねえ。これ確かね、半分切ったら、発狂してくるな。なんかすげえ発狂してくると思うんで、そこ気をつけるか。そこだけ気をつけよう。落としにします。で、いや、それやりすぎくんかな。やりすぎくんじゃな、それ。やりすぎ工事だ気がする、これ。オッケー。あ、で、逆にありがたい。逆にありがとう。あと9ターン。こうします。オッケー。さあ、10コンボ。11、12、オッケー。13、オッケー。14、オッケー、オッケー、オッケー。来すぎ、来すぎ。来すぎや。で、お薬飲みたね。お薬飲みたねって言う。今、こいつの技、お薬って言わなかった。気のせいかな。あ、やばい。回復、軽減されたん。あぶねえ。あぶねえ。で、全回復とかないか。あ、でもあと1ターンでこれが溜まるわ。まあ、使います。ちょっと回復取り出すか。回復取り出して、で、軽減貼っとくか。OK、軽減貼っときます。いっぱい回復して。OK。ギュンって伸びるな、回復。誰だ？回復力2倍か、バージュリの。で、ここよ、これで。お、結構回復すんね。いいじゃん。いいやん、いいやん。結構回復するわ。で、待って、俺さ、火が、どれか見てなかった、俺。やっちゃった。やべえ。やべえ。こいつ強えな、マジで。誰だっけ、デスファリオン。なんとかスキルでこらえてる。なんとかスキルでこらえてるけど。うん、これでいいや。オッケー、これで。まあ、逆に回復してくれて、してくれていいかな？オッケー。してくれた。で、お邪魔は弾くと。こうします。まあ、多少の回復はしとこう。で、あと、4ターンか。ごめんね、ちょっとカットするべきだ、これ。カットするべきだった。なんか俺がすげえベラベラ喋ってるだけだった。まあこれでいいや。回復しよう、回復しよう。いっぱい回復して。うわ、どうだこれ。大丈夫？さあ、パーティーをガラッと変えてきまして、ナツルにしてきた。で、ナツルも回復努力をいっぱい持ってるから、まあ割りかし、ホイミスタライムとはなんか相性いいかなと思って。で、4ターンダメージ吸収溜まってるんで、まあ、とりあえず待って、盤面よさげな時に、盤面よしこちゃんの時に行くか。待ってね、ちょっと回復、じゃ水は消さない、水は消さないでおく。水は消さないでおくって言ったけど、消しちゃったな。で、まあ、あと、一ターンで溜まるんで、そう。で、まあ、これは解除できる。で、待って、どうしたらいいんだろう、これ。とりあえず1殴りしてみる。ワンパンできるかな。やっぱりさ、最近のパズドラってさ、あれじゃない？無効化スキルって強いなって思ってる。なんか最近無効化スキルが強いなっていう感じはしてこなくない？してない？なんか、すげえ神秘の次元とかでも結構、あれだし。あ、待って、吸収使ってなかったわ。使うわ。使いまして、これもさらに使いまして、で、水目覚め降らせて、で、ホイミスライム、OK。で、まあ、つなげて消していくか。つなげて消して。うん、まあ、ごめんなさい。これでいいかな。ちょっとミスってるけど、盛大にミスってるけど、
どうだこれで。どうでしょう、いけるかな。けい。まあ、ホイミスライムですね。普通にサポート系でだいぶ優秀ですね。まあ結構無課金で手に入るっていうのであればすごい優秀かなと思いますね。この5ターンで打てるし強いですねっていう。